コースト FM を聞いているみんな、こんばんまもの後ろの猫沢さんの猫沢はるかです。この番組は全国さまざまな場所でパンクでミュージカルなステージを繰り広げる後ろの猫沢さんがさまざまな目線で沼津の夜を怪しく照らすトークバラエティ番組です。8月でございにゃす。はい、夏がやってきましたというわけで、猫沢さんからもですね、ちょっとお知らせが、はい、ございにゃす。まあね、あの猫沢はるかの、まあ、ツイッターなりインスタグラムなりフェイスブックなりね、見ていただいている方はね、まあもう目撃しちゃったかな。はい、猫沢さんですね、ようやく新ビジュアルのですね撮影をしてきにゃした。そうそう、あの猫沢さんですね、まあ衣装が変わりにゃして、はい、まあですね、後ろの猫沢さん一応ねアイコンとなるですね、あの衣装があるんですよ。はい、まあね、ちょっと気になる方はですね、ぜひ猫沢はるかのですね、SNS 見ていただきたいと思うんですけど、そう、猫沢さんですね、気づいてしまったことがありにゃして、皆さん、はい、なんとですね、活動、あの猫沢はるかというね活動をし続けてきて、来年でね10周年なんですよ。びっくりしました。あの僕ですね、気づいてしまったんですよ。はい、10周年来年だということに、いやびっくりしましたね。そう、まあっていうこともねありましてですね、まああのドレスもリニューアルというわけで、はい、やってるんですけれども、いやなんだかね、あの僕あんまり今まで何周年、あの1周年2周年3周年4周年みたいな、なんかあのなんていうんですかね、あのまあ記念日をあまりこう大事にしてこなかったというか、あんまり意識してなかったんですよ、そういうことを。はい、にゃんですけれども、まあちょっとねこの前恐る恐る数えてみたら来年で10周年ということが分かってしまって、まあせっかくにゃのでね、来年ちょっと何かやろうかなと、はい、思っておりにゃ。まあちょっとですね、やっぱり去年からはどうしてもまあコロナ禍がありまして、まあそのオフラインでのまあステージがね、なかなかこうできる機会っていうのがね、あのなくなってしまったっていうのがあったんですけど、まあ去年のね、僕はそのコロナ禍を通して逆にですよ、あの SNS ね、よく見てもらってる方の方はね、あの分かってもらえてると思うんですけど、いやもうね、歌も頑張りました、ダンスも頑張りました。そしてですね、あの去年は僕ですね、あの峰富士子化計画というものをやっておりにゃして、まあ僕ね峰富士子好きなんですよ、ルパン三世ので、まあ峰富士子みたいにあの美しくなりたいという目標のもとにね、ビジュアルも磨きましたね、スキルもビジュアルもね、経験値も進化したですね、まあ去年というわけでですね、まあそのそんな綺麗になってスキルもついた姿で新しい猫沢さんの撮影がありまして、そしてですね、皆さん10周年もそうなんですけど、その手前になんと9月は猫沢さん誕生日バースデーも、はい、ございますというわけでですね、まあね、エンターテイナーとしていろんなことを今までやってきてるわけにゃんですけれども、まあやっぱりね、応援してくれる方々もですね、まあ猫沢さんのいろんなねチャレンジをね楽しみにしてくれているということもね、よく最近はね分かっておりにゃす。なので、まあこの来月のバースデーだったり、そしてね来年の10周年だったり、またね新たなチャレンジをねさせていただきたいと思っておりにゃすのでですね、はい、猫沢さんは今回はまたどんなことやるんだろうっていうのを来月、そして来年、はい、楽しみにしていただけたらと思うので、まあ今のうちからもうね、あのお知らせしておきにゃす。はい、というですね、一つまあ僕のあの夏の決意表明というか、あの一つね、まあ今年ももう半分終わりましたというわけで、はい、お知らせでございにゃした。はい、そんな猫沢さんのですね、あの冒険の一つのですね、あの思い出が詰まったねフルアルバムの代表曲になりにゃす、愛の数だけ中指立てるから本日もスタートしていきたいと思いにゃーす。
なったいつの間にか視線そらしたいつの間にか恥を覚えていつの間にか中指立てる愛の数だけ中指立てる誰かに愛されたかった。そう。愛されたかったの。あなたに愛されたかった。そうね。愛されたかったの。愛の数だけ中指立てる。数だけ中指立てる愛の数だけ中指立てるもう言葉はいらない私を離さないで愛のために中指立てるですね。2021年から始まりました新コーナーに行きたいと思いにゃー。このコーナーはより沼津静岡の魅力をパンデミックさせたい猫沢が気になる静岡に縁のある面白人に声をかけ魅力あるさまざまな人をバトンリレー式につないでいくコーナーです。さて先月はですねこのラジオに菩薩のような癒しとパワフルさを与えてくれたヨガインストラクターのね、瀬戸沙織さんにご登場いただいたわけなんですけれども、さあ、その沙織さんからですね、いただいたバトンはどこへ行ってしまったのでしょうかというわけで、ご紹介させていただきたいと思いにゃーす。気になるあの子の気持ちはわからないけど、建物についてはいろいろわかっちゃうんです。ドローン女子のミキあやみさんです。よろしくお願いしにゃー。よろしくお願いします。こんにちは。にゃー。さあ、初めてのドローン女子というわけで、ちょっと気になるところが、ありまくりなのでね、いろいろ、今日もね、ほりはほりと聞かせていただきたいと思うんですけれども、まあ、今ですね、ドローンって言ったらちょうどタイムリーなのが、まあ、オリンピックのね、開会式で、たくさんのドローンが、なんだかいろんな形をね、こう、なして、こう、パフォーマンスするっていうようなのをね、見た方もいると思うんですけれども、あやみさんはそんなドローンの使い手というわけで。はい。
なのでちょっと簡単にですね、どんな風に一体ドローンを使っているのかっていうことを含めてちょっと自己紹介をしていただけたらと思うんですけど、よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。富士市でアミライズという会社でドローンの仕事をしています、三木あやみと申します。よろしくお願いします。皆さんドローンって聞くとよくテレビなんかで見かける綺麗な景色を上空から撮る空撮っていうものをイメージする方が多いと思うんですけれども、私はドローンを使用して建物の調査をしているんです。子供が両手を広げたくらい大きなドローンに赤外線カメラサーモグラフィーというのを搭載して建物の調査をしています。そうですよね。なんかドローンっていうと僕自身も実際見たことがあるのが、なんか僕友達の結婚式に行った時に、なんか上空からの今ドローンが撮ってますからみたいな、みんなでこうやって手を振りましょうみたいな感じのあれでしかまだ見たことがなくって、その建物の中をなんかそのいわゆるあれですよね、なんか温度みたいなのを見るやつってことですね、はい、サーモグラフィーって聞いたことありますかね、はい、皆さん。なんかこう、はい、夜中の通販番組とかでサウナスーツとかを着て温度がこんだけ変化しましたみたいな感じで、朝から青いものでカメラを通すことによって温度を色で判断するっていうものなんですけれども、簡単にすごく説明すると、そのサーモグラフィーを使って外壁に例えば劣化があるところは他の温度よりも温度が高いので赤く映って、雨漏りなどが建物内にしてると水分が滞留してるので、そこの部分だけが青く映るんですよ。そっかそっか。なんかその建物の劣化を見るっていうと、なんかこうイメージ的にはなんか普通にこう物理的に見て、あ、なんかここ亀裂が入ってるとか、なんかここちょっと脆くなってそうだからちょっと危険ですねとか、そういうイメージだったんですけど、じゃあその温度のその様子で傷んでるかどうかを見てるってことなんですよね。そうなんですね。だから目に見えないような傷だったり、ここが雨漏りしてるかどうかわからないっていうようなものも、そのサーモグラフィーで見ることができます。かっこいい。なんか、あれですね。なんかその、なんて言うんですかね。僕、なんか今イメージ出てきたのが、なんか SF 映画とかで、なんかよくスパイとかが、なんかその乗り込んで、いろんなか、まあその会社の中とかを調査したりするじゃないですか。ピピ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 みたいな感じで、なんかその、で、普段人が見えないようなところも見えちゃうってことなんですよね。やばい。こうちょっと。その中サモグラフィーを使って、その他にも人命救助ですとか農業散布などとか、すごいいろいろ様々なことに使用されていて、そのサーモグラフィーってもの自体もものすごい勢いで進化を遂げているんです、今。なんかびっくりです。なんか本当になんて言うんですかね。本当ドローンって言うと、やっぱりどちらかというと、こう、遊びで使うものというか、まあ、遊びのこう、なんかこう、僕のごめんなさい、もうめちゃくちゃライトなイメージで申し訳ないんですけど、なんか自撮り棒がもっとすごくなったみたいな感じの、そういうなんて言うんだろう、こう、バラエティ的な意味で使うものの方、の方、想像しやすいんですけど、そんななんか今、こう、人命に関わる分野でまで活躍してるっていうのは初めて知りました。じゃあなんか、あれですね、この、さっき、その、あやみさんのこのキャッチコピーとして、気になるあの子の気持ちはわからないけど、いつか、この通じてるのがその温度っていう意味だったんですね。そうなんですよね。すごくそのサーモグラフィーのカメラ自体はものすごい、先ほども説明したんですけど、進化はしていて、いろんな分野ですごく活躍してるんですけれども、はい、しかし残念なことにこの最先端の機材を使っても気になるあの子の気持ちまでは調査することが残念ながらできないので、建物調査は私に、恋愛相談は猫沢さんにご用命くださいということで、
でもあれですね、まあ、いつかはもしかしてめちゃくちゃ精密でちっちゃいドローンみたいのができて、このドキドキしてるこの女の子のこの辺にこう潜り込ませたら、もしかしたら分かっちゃうかもしれないみたいな未来だと思う。いや、そんなあやみさんにですね、今日はいろいろお伺いしていきたいと思うんですけど、はい、まずあやみさんがそんなドローン女子になろうと思ったなんかきっかけ的な出来事ってなんかあったんですか？もともと美容関係のお仕事をさせていただいてたんですけど、ちょっとそのお仕事を辞めたタイミングで、ちょうど3年前ぐらいになるんですけど、建設会社さんからその新しく今説明したドローンの授業を始めたいんだけど、 SNS ですとかチラシで広報活動をしてほしいっていうことをご依頼いただいたんですよ。でも私もその当時ドローンって全く知識がなくて、触れたこともないものを人に発信することはできないなと思って、まずは自分も飛ばせるようになりたいなと思ってドローンスクールにまず通い始めました。ドローンスクールってなんか僕のイメージだとあんまりこの女性っていないイメージにあるんですけど、うん、実際そのドローンを学ぶ女性って いらっしゃる、その周りにもいらっしゃるものにあるんですか？私の知る限りも一人ぐらいしかいないんで、本当に、うん、少ないと思います。5、60人に一人いるかなぐらいだと思います。その中で一人も、先ほど猫沢さんが言ったみたいに、ウェディング関係のその映像を撮ったりとかするような会社に勤めていて通ってるっていう感じの人が多いと思いますね。確かに。なんか、あれにゃんですね、もともとじゃあ、こう、ご自身がドローン飛ばそうっていう発想は全くなかったところから、その建設関係の方からの、はい、まあその相談から、まあ始めることになったってことにゃんですよね。そうですね。で、気づけばその広報だけではなくって、まあ自らが飛ばしてその調査する、業務にも関わるようになっていたみたいな。そうですね。やっぱやり始めるとすごく楽しかったのと、まあなかなかドローンスクールも結構高額なお金をはたいて通ったので、やっぱすごくもっと活かせるようになりたいなってやっぱ思いました。確かに。なんかあやみさん、インスタグラムやってるじゃないですか。はい、で、なんかその、僕、その、プロフィールの写真見してもらったんですけど、なんか、その、思ってたドローンと違うっていうか、なんかドローンってもっとこう、メカメカしい感じのイメージをしていて、かわいい、なんかピンクの、なんか、ドローンと、なんかピンクの、その、T シャツですか、あれは、その、すっごい可愛い感じでこうドローンをこうアピールされているというか持たれてるんですよね。それが僕すごいなんか思ってたのと違くて、なんかすごい なんだろう、そのびっくりしたというか、なんか あのなんかピンクのドローンっていうのがそのアイコンなんですか？なんかそのピンクの格好っていうのが。そうですね、もともとすごいピンクが好きなのと、うんうんうん、あと上空に行った時にピンクすごい意外と分かりやすいんですよね。白とかだったんですけど、もともと機体が白で、市販で売ってるカッティングシートはあれ貼るんですけど、白だと雲とかに紛れて分かりにくくなっちゃうんですけど、ピンク意外と目立って、そう、分かりやすいので、パーコカラーですよね。なんかそのいわゆる本当にこう、あ、なんかドローンっていう風に想像できる、そのなんか見た目と結構違ってたんで、なんかあのあやみさんのインスタグラム見たら、なんか結構女の子とかでも、え、ちょっと私もこれやってみたいって思う人が増えるんじゃないかなって思ったんですけど、あれはそのお仕事に実際行かれてる時も、じゃあもうピンクがアイコンってことにあるんですか？そうですね、あれ一応ドローンのマークが前と後ろに入ってるポロシャツになるんですけど、あれが自分の中で勝手に制服にして、あれをピンクのポロシャツにピンクのヘルメットにピンクのドローンの3点セットでいつも仕事してます。やばい、これ来ますよ皆さん、時代が来る福岡の第二のピンクレディとしていや、これはでも本当になんかだろう、SNS 映えもバッチリですね。そっかそっか。なんかそのドローンレディース隊みたいなのは作ったりとかしないんですか、この先ねえ
今後ね、たくさん増えていってくれたら嬉しいなとはやっぱ思いますね、すごく。そうですよね。なんかもう、うん、むしろ、あやみさんが、そのドローンの、なんだろう、その、講師というか、そのピンクレディース隊を育てる、そのドローン女子隊をなんか育てるセミナーみたいなのやったら、すごいなんか可能性も広がるような気がすると思うんですけど、なんかその、もし、まあ、もしですよ、このラジオ聞いて、あやみさんのインスタ見て、はい、なんか私もドローン女子になりたいなっていう風な、こう、女の子がいたとしたら、なんかこう、ドローン女子って、まあ、具体的にその、まあ、ドローン実際に操作するっていうのもあるんですけど、なんかこう、他にこういう仕事が楽しいよとか、なんかこういう仕事が、なんか大変だよみたいな、なんかその向き不向きじゃないですけど、実際にそのドローン飛ばす以外にってどういうお仕事があったりするんですか？そうですね。私がその今、建物調査以外にちょっと力を入れてるのが、小学生に向けてドローン教室を開くっていうのをやってるんですけど、ちょっとコロナ禍でなかなか活動が思うようにはいってないんですけれども、体育館とかをお借りして、本当に手のひらサイズの小さなドローンを、プログラミングっていうのを使って、子供にゲーム感覚でやっていくんですけど、そのハイパーすごくなったのが、この間のオリンピックのやつで、あれは人が操縦しているわけじゃなくって、そのプログラミングをいろんなものを仙台に全部をつけて飛ばしてて、ああいう形になるんですよ。それもすごく小さなやつを子供、小学生バージョンにやってるので、そういうか子供が好きで教えるのが好きっていう方は、ドローンの中でもそんなお仕事もいいのかなって思います。へえ。なんか本当にあれなんですね。ドローンって、すごいいろんな分野で活躍してるんですね。そういう、まあ、エンターテイメント的なところから、まあ、そういうさっきのこう記念撮影というか、ああいうなんかまあ、空撮みたいなところだったりとか、まあ、そういうサーモグラフィーを導入してみたいな、なんかこんなに可能性があるものだとは、すごい、このラジオを知って、沼津初で知ってしまってる方が今いるかもしれません。嬉しいです。ちょっとそのあやみさんのそのお仕事内容に一旦戻るんですけど、はい、なんかそのサーモグラフィーでそのまあ温度のその差というかを見て、それをまあ写真かなんかに撮ってで、なんか解析するみたいな感じなんですか？そうですね。全体的に何百枚っていう写真を撮って、そのファイルを、自宅とか会社とかに持って行って、その写真の中からはっきりわかるものを、すごい、その何百枚の写真からすごく厳選して、この、先ほど言ったみたいに 赤いとか青いとか、単純にそれだけじゃなくって、影がやっぱり入ってしまうと、その部分も青くなってしまったり、建物の中の裏に、例えばエアコンだとか、冷蔵庫とかがあると自然的に赤くなったりとかするので、それをノイズっていう名前で言うんですけど、そういうものがないかっていうのをものすごく分析して解析してって、その時間が、やっぱ一つの建物で最低でも2週間ぐらいパソコンに向き合って、やらないといけないので、はいはいはい、結構その作業がドローンを飛ばすよりもはるかに大変ですね。確かに。なんかあれですね。じゃあそういう、まあちょっとそのドローンをその、まあ操作するっていう後にそれの作業が待ってるってことになるんですね。そうなんです、そうなんです。そっか。じゃあやっぱりちょっとこう、まあそのドローンっていうことだけに、憧れちゃうとそっちのその作業のね、あの豆さも必要だから、ちょっとそれもあるんだよってことを踏まえて、ちょっとドローン女子候補の方々にはそうですね。で、それをそういうことまでがまあお仕事っていうことにあるんですもんね。なんかこの先ほどそのまあそのお話ししてたこのワークショップっていうのは、まあ今後もじゃあ継続してやられて、はい感じにゃんですもんね、うんはい。なんか、その、あやみさんに、例えば、まあ、ワークショップをやってもらいたいとか、まあ、実際にその建物を調べてほしいっていう、まあ、依頼をしてほしいっていう人は、どこに連絡すればいい感じにあるんですか？そうですね。今、インスタグラムで仕事の内容を、はい、発信しているので、ハッシュタグ、アミーライズで調べてもらうと出てくると思うので、コメントでも、はい、ダイレクトメールでもいいので、はい、ぜひお問い合わせいただければありがたいなと思います。おー、じゃあ、インスタグラムから、
まあ、その連絡するのが一番いいっていう感じですかね。はい。おお、すごい。皆さんやっぱね、こういうあれですよ。まあ今ね、やっぱりラジオなんで、まあなかなか、その、あやみさんのあの美しいあの、ビジュアルだったりとか、その、ドローンのその、僕が今言ってる可愛さっていうのが、やっぱなかなかね、こう音声だとちょっと伝わりにくい部分があると思うので、もう皆さん今すぐあの、アミライズ、ハッシュタグアミライズで、あの、インスタグラム検索すると、まあその、あのお姿だったりドローンっていうのが実際どんな感じだったりっていうのがね見えると思うので、ぜひじゃあインスタの方にアクセスの方よろしくお願いしにゃーす。いやーすごい。なんかまあこのコーナーって僕今まであのまあいろんなことをされている方がこのコーナー、まあ、静岡の人っての中ではあるんですけど、いろんな方が登場していただいてるんですけど、なんか本当にドローン女子って今まで僕多分今まで人生で一回も聞いたことがなかったんですすごいなんかあれですね、このコーナーやってると本当になんかいろんなジャンルの方というか、あの見たことも聞いたこともないような方とこう知り合うことができるので、なんかそのあやみさんのあれにあるんですかね、結構そのドローン女子の何て言うんですか、全国交流会みたいな、なんかそういうのとかであったりとかするんですか。なんかあるみたいですね。私も参加したことはないんですけど、なんかありそうですよね。なんかインスタグラムってなんとか女子なんとか男子みたいな、まあなんかあのブルドッグ飼ってる人の集会みたいなそうですね。そう、僕一回前に、なんか東京の代々木公園行ったら、なんかフレンチブルドッグがすごいいっぱいいたんですよ。で、一体何事だと思って、聞いてみたら、なんかインスタグラムで、やっぱそのフレンチブルドッグの会っていうのがあって、今そのコーナーがみんなで集まって散歩してるんですよ、みたいな感じのがあって、なんかドローン女子もそういうのがあったりするのかなと思って、今ぼんやりちょっと考えてたんですけど。みんなでドローン女子でドローン飛ばしましょうみたいな。空撮の方は結構あるみたいですね、はい、私のやってるその建物診断の方はやっぱ女性が圧倒的に少ないので、はい、逆に狙い目だと思うので、確かに今ちょっとあのお仕事、はい、いい仕事を探してる方はぜひぜひそういう方もご連絡いただければ私と一緒に学んでいってほしいなと思います。はい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 。皆さんね、やっぱりこう、あんまりね、こう、ブームになりすぎちゃうと、ちょっとまあ、いろいろね、大変なになってくることも出てくるので、皆さん、今が狙い目ですよ、ドローン女子。過去建物。はい。というわけでですね、本日は、アミライズのですね、ドローン女子、三木あやみさんにご登場いただきました。はい。そしてですね、まあ、このコーナーはですね、まあ、バトンリレー式というわけでですね、まあ、いろんな方にですね、このバトンつないでいくっていう感じのコーナーなんですけれども、まあ、今回ですね、にゃんとですね、自ら、このコーナーに出たいぜというね、方がね、いらっしゃったというわけで、9月のですね、放送は、その自ら出たいと言ってくれた、そのチャレンジャーの方にバトンをね、一度預けてみたいと思いやすのでですね、皆さんこのコーナーではですね、そんなこのコーナーに俺も私もこんなことやってるんだぜってね、いうふうにですね、魅力を、はい、僕にね、教えて、くださる方はですね、ぜひ猫沢遥、後ろの猫沢さんのですね、SNS から DM いただけましたらですね、はい、僕もですね、コンタクト取らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、今日はドローンのですね、いろんな、可能性だったりとかね、面白さを伝えていき、いただきにゃしたアミライズの三木あやみさん、本日はね、ご出演いただきにゃしてありがとうございにゃした。ありがとうございます。はい、また遊びに来てください。よろしくお願いしにゃーす。それでは次のコーナーに入っていきたいと思いにゃーす。ゲストーク。はい、こちらのコーナーですね、普段なかなか言えないちょっと際どいお話をですね、この沼の中でぶちまけていただくというコーナーになるんですけれどもですね、今年はリスナーさんのお便りメインにね、ご紹介させていただいておりにゃす。さて、今月募集させていただいたテーマは、背筋がゾクゾク、本当にあった摩訶不思議体験談。
はい、というわけでですね、皆さん夏です、怖い話が生える季節がやってきました。というわけで怖い不思議、そんな世にも奇妙な体験談を教えてください。はい、今回ですね、結構ですね、いろんなタイプのお話をですねいただきにゃして、 1,2,3,4 つ、はい、本日はですね4つのそんな摩訶不思議体験談ご紹介させていただきたいと思いにゃーす。皆さんちなみにですね、猫沢さん大魔界沼津出身のエンターテイナーとしてのね意味を持ってるわけにゃんですけど、怖い話めちゃくちゃ苦手です。ホラー映画見れません。スプラッターも見れません。人が怖い系の映画も見れません。見れる時もあるけれども、まあそんな時はねやっぱ一人じゃね見れないんですよ。でも見たからにはね、だいたい3日間ぐらい不眠症になります。はい、まあそんなね大丈夫です。猫沢さんもね今からいろんなお話読むわけにゃんですけれどもね、怖いものは苦手。はい、なんで怖いものがね苦手な方もですね、今回はですね、なるべく面白くなるように紹介してさせていただこうと思うので、はい、みんなと一緒に背筋をゾクゾクさせていきたいと思います。はい、まず1通目のお便りがラジオネームカトゥーンさんからいただきにゃした。ありがとうございにゃーす。入社して独身寮に住んでたんだけど、大浴場で頭洗ってたら背中に何かがペロンと当たったんです。振り返るとなんとそこには俺の背中に血こすりつける先輩が、めちゃくちゃ怖かった。はい、皆さんすいません、ラジオなのでねだいぶちょっと空白を持たさせていただきましたけれども、まあ分かっていただけたと思います。めちゃくちゃ怖いということが、これってあるんですかね。やっぱどなたかほら男子校出身の方とかいます、このラジオ聞いてる中に。やっぱりこう男性のこのコミュニケーションの一環として、その、まあ、大事なものをねなんかこすりつけるみたいな、なんかそういう遊びがあったりするんですか。いやこれもう異性にやったら捕まりますよ、間違いなく。いや同性でもこれでも怖いと思うんじゃんだけど、どうなんですか、ちょっとこれ普通怖いもの、やっぱり。まあでもこれもし僕がね、まあ僕一応女の子ですけれども、まあね、こう仲良しの女の子がバストをこすりつけてきたら、やっぱちょっと怖いなって思うから、まあやっぱ怖いんでしょうね、きっと。同性だろうがなんだろうが。はい、まあというわけで皆さんちょっとね、まあね、いくら大事なものでもですね、やっぱ他人の背中にこすりつけるってことはね、やっぱりやっちゃいけないことだと思うので、やっぱりね恐怖を感じさせるものだと思うので、まあこすりつけないようにしてくださいね。はい、次のエピソードご紹介させていただきたいと思いにゃーす。ラジオネームリエさんからいただきにゃした。ありがとうございにゃす。小さい時いつもそばにいるおじさんがいました。そのおじさんはひげを生やしサングラスをかけた姿で、いつもご飯の時に父親の隣に座っていました。ある日の学校帰り、そのおじさんにお菓子をあげるからおじさんと一緒に行こうと言われたのですが、知らない人について行ったらダメときつく言われていた私は断り、家に帰りました。そのことを親に話すと、そのおじさん誰？私にしか見えていないおじさんでした。なんですかねこれ。何者だったんでしょう、そのおじさん。父親の隣に座ってたってことはね、まあいつもそばにいるっていう風に言ってるぐらいだからね、その彼女リエさんにとってはね、なんだどっかの親戚のおじさんとかそういうふうにまあ認識されてたってことにあるんですもんね、きっと。いやー、こういう体験談っ
て、なんかね、僕はないんですよ、こういうね、自分にしか見えていなかったパターンみたいな。けどね、なんかこういう体験談って僕なんか前にもね聞いたことがあって、まあ、やっぱりなんかその友達の家にいつもその遊びに行っていて、まあ、その友達の家にはいつもおばあちゃんがいて、まあ、こんにちはみたいな感じでいつも挨拶してたんだけど、まあ、その友達におばあちゃん今日はいないのみたいな感じで聞いたら、え、おばあちゃんって誰みたいな感じのね。でもその後は気になりますね、これどちらかというと。そのおじさんはそのうちいなくなったのか、その後もねずっとお父さんと隣に座ってたのかっていう。いやちょっとね、その一緒に行くっていう選択肢を取ったらどうなっていたのか、それはバッドエンドだったのか、まあ、その辺もねちょっと気になるところではあるんですけど、ちょっとこれ後日談とともにですね聞かせていただきたいお話ですね。怖い怖い。だんだん怖くなってきた。はい、ちなみにですね、こちらのですね、リエさんですね、たくさんね怖いエピソードを持ってる方で、5つぐらいもらってるんですよ。全部怖かったんですけど、もう一つだけ今日はですねご紹介させていただきたいと思います。はい、同じくですねラジオネームリエさんから2通目いただきました。ありがとうございます。先輩を横浜のホテルに送ることになり車を走らせていました。しばらく走っていると周りにはビルや建物がたくさんある道だったのに、急にナビに一本道しか表示されなくなり、その先はなんと墓地。一回リセットしたら治ったのですが、原因が全く分からず今でも気味が悪いです。怖すぎる。怖すぎる。いや怖すぎて今手元から台本が飛んできました。やっぱあれなんですかね、このリエさんという方は霊感がもう子供の時からねずっとある方なのかな。普通に怖い。こういうなんか機械のトラブル系ってなんか余計怖いな。だってほらなんかさ、こう人がなんか見たとか人がなんかねこう感じたりとかこう見てしまうものってやっぱほらこう脳でなんかこう錯覚してっちゃったりとか記憶が勘違いしてたりとかっていうものって結構あると思ってるんですよね。やっぱ怖い話聞いた後にねほら何でも物音が霊障みたいに思えちゃったりとか、まあ、やっぱ何でもね、まあ、ちょっと光が入り込んだだけでこの写真は心霊写真だみたいな、オーブだとかね。そういうやっぱね人って思い込みがあるから、まあ、何でも怖く見えちゃったりね、お化けだって言えることってできちゃうけど、このさ機械ってさ、まあそういうねトラブルはあるにしても、この何一本道しか表示されなくなって墓地しか表示されなくなるっていう、どういうトラブルみたいな感じの。いやこれはちょっとね、なんかが入り込んだとしか、なんかちょっと言いた、なんかもう入り込んだとしか、なんかこう言いたくなるエピソードですよ、もうこれは。なんかあったかな、そういうの。あ、でもなんか結構なんて言うんだろう、都市伝説とかでこういうナビとかのなんか話多いじゃないですか。なんか突然なんか崖に向かって案内されたとか、なんかそういう危ない場所にね案内されてなんか行ってみたら命を落とすところだったみたいな。いやでもこういう話本当にあるんだって。思いにやすね、こういうリアルな体験談で聞くと、あーやばい、もうちょっと怖いので次のエピソードに行きたいと思いにやす。はい、ラジオネームミキさんからいただきにゃした、ありがとうございにゃす。目が覚めたら花畑の中にいました。そこは春のようにポカポカとした気候で、死んだひいおじいちゃんが私の手を引き、何かを一つ一つ指さしていました。おじいちゃんの指さす先には、それぞれ黄金でできた家がありました。その後、おじいちゃんと川の前まで行った時に目が覚めました。
仏教では亡くなった人には黄金の家が与えられると聞いたことがあるから、あそこは天国だったのかなと思います。あー、まあなんか怖いけど、これはなんかちょっとまあなんだろう、こうほっこりするタイプの話でよかったですね。なんかお花畑はね、結構まあちょっと九死に一生みたいなねことがあった人はね、よく見るエピソードって言うけど、まあこのミキさんは夢の中でね、きっとこのお花畑を味わったのかなって思うんだけど、なんかそういうあれなのかな、ミキさんこれ普通に眠っていた時だったのか、まあもしくはちょっとそういうね、まあちょっと危ないというか、なんかちょっと命に関わるようなことがあった時に見たものなのか、まあちょっとそれは分からないですけれども、なんかちなみになんですけど、まあ僕これおじいちゃん、自分のおじいちゃんからちょっとやっぱお花畑系の話って聞いたことがあって、うちのおじいちゃんってなんか戦争に行ってた人なんですよ。でまあまあ敵地に入っていた時に、なんか背中からね銃で撃たれちゃったんですよね。でまあなんでうちのおじいちゃんこう背中にでかい穴が開いてたんですけど、なんかその銃で撃たれた瞬間にやっぱりお花畑が見えたんですって。でバーンって撃たれて、そのうってなんかもう痛いとかじゃなくて、なんかもうあ死ぬんだっていう風に自覚した瞬間に、なんかその目の前にブワーってお花が全部赤い花畑が現れて、なんかその自分がそこに歩いていくっていうよりかは、こう泳ぐようにその花をこうなんかかき分けて、こう自分が泳いでいくっていうイメージで、またなんか飛び込んでいく感じかな。でお花畑の中に入っていって、その瞬間がめちゃくちゃ気持ちよかったんですって。なんかあ死ぬってこんなに気持ちいいんだって、こうパッて目が覚めたら病院で治療を受けててめちゃくちゃ痛いみたいな、いきなり地獄みたいな、そう感じだったらしいんですけど、まあ、やっぱなんかその時にね、おじいちゃんそのまあ病院で治療を受けてた人と結構話をしたらしくて、やっぱりみんなそのあ死ぬってなった瞬間にお花畑が見えたっていう話を結構聞くことが多くて、まあ、僕はね子供の時にそのおじいちゃんに、まあ、そのお花畑の話をねずっと聞かされてたんですよまあ、にゃんでね、やっぱりねよくほらお花畑があって三途の川を渡ってとかいろいろ言うけれども、まあ、もしかしたら実際ねそういうことがやっぱりあるのかもしれないねっていう、うん、まあなんとも怖いようなね、ちょっとほっこりするようなそんなお話ですね。ありがとうございます。いやよかった、なんかちょっとこう最後の最後でね、ちょっとこう恐怖感が薄れるというか、うん、まあね、やっぱりこういくらね科学がねこう発達した今の世の中でも、やっぱこういうねなんかこう不思議というか、まあちょっとこう科学ではねやっぱり解明できないようなね話が、多いっていうのはね、もしかしたらまあちょっとこの世にはまあ大魔界沼津の猫座さんがいるように、やっぱ不思議なことってねいろいろ溢れてるのかもしれにゃいですね。はい、というわけで本日はですね、さまざまな摩訶不思議体験をですねご紹介させていただきました。こちらのコーナーとです、コーナーではですね、さまざまなですねこういうエピソードに沿ってですね、皆さんのいろんな、ね、体験談をね募集させていただいておりにゃす。はい、では早速にゃんですけれども、9月、はい、9月放送のエピソードをですね紹介させていただきたいと思うんですけど、はい、まあ9月はオープニングでも話した通り、まあ猫座さんがバースデーという、はい、こともございにゃして、こちらのエピソードになりにゃ。走馬灯に出てきそう忘れられないサプライズプレゼントの話。はい、まあいろんなですね人生のイベントごと、まあ誕生日だったりとかね、まあいろんな結婚式とかね、まあなんとか式みたいな、まあいろんなね人生ってイベントごとあると思うんですけれども、まあその中でも忘れられないサプライズやプレゼント、
うん、まあ、走馬灯にも出てきちゃうぐらいの、はい、記憶に残っているですね、そんなお話をですね聞かせていただけたらと思うのでよろしくお願いしにゃーす。そうだな、まあ僕来月ね、まあ、9月が誕生日月になるんですけど、誕生日のさ、なんか皆さんプレゼントとかでこれはなんか覚えてるな、まあいい意味でも悪い意味でもね、うわこんなのプレゼントでくれんのかみたいな感じの、うん、まあちょっと衝撃的なプレゼントだったりとか、まあサプライズだったりとか、まあ純粋にね、あのこれ嬉しかったなって思うようなエピソード、まあいろいろあると思うんだけれども、まあ、僕ね今ちょっと今パッと思いつくのだと、まあ僕あれにゃんですよね、あのまあやっぱり、まあ、猫沢さんとして活動していく中で、まあやっぱりまあ僕普段あの音楽を作ったりとか、まあなんかこういろんなねこう印刷をしたりとか、まあまあパソコンにねいろいろデータ残したりとか、まあやっぱどうしてもこう必要な、まあ、機材って多いんですよ。うん、そうそう、まあそうにゃんですけど、僕その中でね、まあ昔付き合ってた恋人にプリンターをプレゼントされたことがあって、うん、あの印刷するね、まあプリンターをもらったんですけど、なんかそれのですね、僕渡し方というかプレゼントのされ方をすごく今覚えてるんですけど、僕ってサプライズされるのちょっと苦手なタイプなんですよ。なんだろう、なんかこう嬉しいんですよ、嬉しいんだけどちょっとこう なんていうんだろう照れちゃうっていうかなんかちょっとこうね照れちゃうから、あんまりこうサプライズってこう自分でもあんまりこうできないタイプだし、なんかあんまりされるとちょっとなんかこうなんていうんだろう、どう反応したらいいか分かんなくって、なんかちょっと避けてるところがあるんですよ。まあなんですけど、まあその相手っていうのがサプライズ好きで、そのプリンターをどうサプライズしてきたかというと、なんか僕の誕生日の時に、まあ、当日ねの時に、あプレゼントなんだけどさ、もうこの家の中にあるからっていう風に言われて、まあ、僕のねあの家なんですけど、で、まあ、僕はその時プリンターをプレゼントされてるとも思ってないんで、いろいろ探したんですよ、部屋の中を。あなんか例えばね、どっかにアクセサリーでも忍ばせてるのかしらとかね、まあ、クローゼットのね洋服の中なんかにね何か指輪とかでも入ってるのかしらみたいな感じでいろいろ探したんですけど、どこにもなくて、でわかんないみたいな、どこにあるの、何があるのみたいな感じで、まあその恋人に聞いたわけにはんですよ。したらまあ布団の中見てみっていうふうに言われて、まあ、僕クローゼットの中に布団しまってたんですよ。でクローゼットの中の布団の中見たらプリンターが包まれてたんですよ、そこに。いやーなんかまあその布団っていうのがね、まあ、毎日敷いてる布団だったらね多分気づいたと思うんですけど、すぐ、まあ、それがたまたま、まあ来客用の布団だったから、まあ普段はあんまりこうそれをね中を開けることっていうのはなかったんですけど、でもそれでもまあねプリンターってなかなかの大きさにあるんですよね。そのプリンターをその布団でこう包んであるわけなんですけど、なんかね1週間以上前からどうも隠してたっぽいんですよ、その布団の中に。一切気がつかない私ってどう考えても布団絶対こんもりしてるのに、もう一切気づかずに、まあ、そのプリンターがね、まあ、ずっと僕のねクローゼットの布団の中に包まれてたっていうね、まあ話にあるんですけど、まあその恋人曰くね、いや絶対まあねあなたなら気がつかないと思ったっていうふうにまあ言われたんですけど、まあそんなですね、まあちょっとなんて言うんでしょうね、まあほっこりというか、うん、なんかねそういうせっかくの、まあ、サプライズではあるんだけど全く今まで気づかなかった僕もすごいっていうね感じの、はい、そんな忘れられないねある意味サプライズのね話でございます。はい、こちらのですね募集エピソードについては、はい、猫沢さん、はい、猫沢はるか、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、SNS のダイレクトメッセージからでも大丈夫ですし、後ろの猫沢さんですね、LINE アットやっておりにゃして、はい、そちらのメッセージからでもですね投稿いただいて構いませんのでですね、そんな、忘れられないサプライズプレゼントの話お待ちしておりにゃーす。
さて今回も閉店のお時間が近づいてまいりました。はい、そうというわけでですね、猫沢さん9月はバースデーというわけで何度でも言うけれども、はい、そうでね、まあ僕ちょっとね、そのバースデーとかね、そう記念日っていうのを結構ねおざなりにしてたというか、まあ本当に今まであまり意識をしてなくって、まあっていうのも、まあ、僕ねさっきほらちょっと話してたんだけど、その苦手だったんですよ、もともとがなんか祝われるとかなんかびっくりさせられるみたいな、そのサプライズとかそういうのがね、そうにゃんだけど、なんかね僕思ったんですよ、ちょうどそれも去年、そう去年ね僕初めてバースデーらしいことを自分がしたんですけど、そうなんでしようと思ったかというと、なんか僕ね人のは祝うの好きなんですよ、誕生日とかなんかイベントごと、うん、だってなんかそういう時じゃないとなんかその人にこう感謝とかなんかこう祝うって、ま、毎日の中だとあんまできないじゃないですか。だけどやっぱこう誕生日ってまあなんかそういう感謝とか、まあ、その人のことが好きっていう、まあ、ある意味愛を伝える伝えられる日、うん、普段思ってても好きとかあんま言えないけど、なんかその言えるなっていう風に思うからこそやっぱプレゼントがしたいとか、やっぱおめでとうって言いたいとかっていうのが、まあ、あるなーってやっぱ思ったんですよね。そうにゃんで、なんか逆にその猫沢さんのことをほらね好きって思ってくれてる人に対して、でまあ、そういう機会を設けないのは逆に失礼なんじゃないかっていう風に思ったんですよ、去年突然、まあ、突然っていうかじわじわ思ってたんですけど、で、まあ、去年初めてバースデーやらせてもらって、まあ、コロナ禍なんでね別にそういうでっかいイベントみたいなのはできなかったんですけど、まあ、やらせていただいたんですけど、やっぱあのまあ祝われることってすごく嬉しいし、まあ、誕生日ってある意味そういうためにあるのかもしれないなっていう風に、はい、思いにゃしたというわけで、うん、なんでまあ今年もやりますでは、まあ、何をやるかっていうのは、あのまあ8月9月まあ序盤あたりにですね、僕の SNS からじわじわ報告があると思うのでですね、皆さんちょっとそれを意識的にチェックしていただいてというわけで、はい、よろしくお願いしにゃーす。はい、まあというわけでですね、まあそういうまあ祝われるっていうことだったりとか、まあそういうサプライズをねされるとか、まあなんだろう、こう自分がこう嬉しいっていうなんだろう感情に対してやっぱりなんかね素直になった方が僕は周りのためにもなると思ったので、うん、どんどんみんなね、あの嬉しいと思うこと、自分がね嬉しいと思うこととか、なんかそういうね自分が嬉しいことは他人も嬉しいというか、まあその自分のこと好きでいてくれる人は嬉しいっていうね、まあなんかそんな感じで、うん、皆さんどんどん自分の誕生日とかね、なんかそういうタイミングはもう言っちゃっていいんじゃないかなと思っておりにゃす。はい、というわけでですね、今月もこのスナック猫沢さんにご来店いただき誠にありがとうございました。それではまた次回も楽しく続々一緒にしていきましょうね。というわけで、本日は後ろの猫沢さんのそんな大事な処女曲でございます、トラウマギミックでお別れです。それではまた来月、お疲れ様もの。